はい、今衆議院議員第一議員会館の前からです。このようにですね、大勢の取材陣が、まあ大体こういう時は誰か逮捕されたりガサ入れがあったりということで、これ第一議員会館前です。おそらく公明党の吉田衆議院と、もう一人ちょっと今名前をど忘れしましたが、もう一人ですね、に関する事件のことだと思います。で、まあ今参議院会館から僕出てきたんですが、さすがに NHK はすごいことで、参議院にも1台、そして第2会館、これね、横に見える、これ違う、大衆議院の第2会員会議員会館で、その向こうが参議院なんですけども、まあ多分捜査対象になっている2人がこの第一の方にいると思うので、民放さんは全部ここなんですけど、 NHK は念のために、第一にも参議院にもカメラクルーを置いて、僕も出るときにね、 NHK のカメラマンにグワーって顔アップ撮られましたけども、これちなみに地下、1階2階でね、全部3つの会館と国会がですね、つながっていますので、まあ、いずれにしても、まあ、これね、まあ、本当に公明党さんによるこの経済事件っていうのは、多分戦後初めてだと思われるので、まあ、すごい衝撃だと思います。以上、国会前よりお伝えしました。